はい、じゃあ X 大会始めていきたいと思います。参加者の皆さん、こちらまでお願いいたします。あ、間違った。よし。はい、ということでね、今日は5人による、総当たり戦でやっていきたいと思います。1試合、2試合選手制で得失点差を今日は数えるルールとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。完全な、ガチのシングル戦でかなり辛い組み合わせがちょっと見受けられますけれども、まあ、これはもうどうしようもないので、これでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、じゃあただいまより、2019年2月23日土曜日、仙台PlayLand F1R スーパーストリートファイター2 2月の月例大会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ5人による、2試合先生総当たり戦、ちょっと長めになりますがよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日は涼次さん、ベンダさん、ゆっきーさん、アンドレさん、そして店員私で総勢5名の、リーグ戦となりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ最初の組み合わせ、涼次対ベンダ、いきなり相撲ですね。両国国技館でやれ的なはい、じゃあベンダさんお願いします。2先です。はい、じゃんけん関決めからの 2P で、じゃあベンダさん 1P の、2P が涼次さんとなります。はい、2月の月例大会です。よろしくお願いします。2試合先生、さあまずは、ぶつかり稽古ですね。いきなり本田2人しかいないんですけど、いきなりです。いきなりね、ぶつかり稽古。さあ今日は暑苦しい、組み合わせが多いです。キャラ情勢 S ホンダ、 X ホンダ、 S フォーク、 X ザンギ、 X リュウ、ジョキャラがいませんジョキャラがいない上に大体筋肉です。龍が唯一なんか飛び道具持ってるずるいやつみたいな、そんな感じですね。さあこれはベンダさんですね。さあ1本取ったな、ベンダさん。やっぱぶつかり、もう殴り合いしかないですからね。飛び道具ないから殴って頭突きみたいな、張り手して頭突きみたいな、蹴って頭突きみたいな。抜けるんだあれ無敵で抜けるんだ、初めて見た。さあ生地あまり X を知らない私なだけに、ああいう現象が起きるともう喜んで見てしまう。さあ弱頭突きで返して、ここは張り手で削っていく相打ち。さあこうなるとリードしている側がいやリードしているされてる側ですよ。されてる側がめっちゃ辛い。最初のぶつかって、あとは流れ出感がやばいですね。さあ頭突きを防ぎつついろいろですね。もう細かい読み合いがいっぱい、大体見てから返す系で、基本我慢大会です。相打ちからの、ここは弱頭突きと張り手相打ち。さあどうなる。とりあえず張り手、そこには誰もいませんけど、とりあえずシャドーボクシングからの相打ち。しかし S ホンダは火力高い。1本取ったのは 2P 涼次ホンダ。さあ涼次さんは基本ベンダさんを親方という、なんかそんな感じで崇拝しているイメージあるんですけど、さあまず親方から1本先に取っていったのは 2P 涼次ホンダ。さあ頭突きは尺頭突きで返していく。尺の方が無敵が長いので、まあ、しっかり見てから返す系としてはそれで返すみたいな。さあ尺頭突き、さあ我慢大会、こうなるとリードされてる側がめっちゃ辛い。これがホンダ最初のぶつかってあとは流れでが本当に重要なんですよね。さあバックジャンプ、安定を取る。さあしかし体力がどっちか先に減るまでは1ドットでも勝ってれば勝ってる方が有利。さあこうなると今度はさあベンダーホンダが攻めないといけなくなる。この体力差きついがまだワンチャンあるぞ。あっと暴れる。シューピーかショーピーですね。さあ取り返した領事ホンダ、これで領事さんリーチ。弱頭突き、今のはでかいで百列で削る。さあさらにもう一回頭突き入って削っていく。頭突きが入るが相打ち。さあ領事ホンダは相打ちでもいいよと、最終的に俺が立っていればいいねん、まさにその格好。さあ無理にはいかない。頭突き相打ち、しかし体力差は少しずつだが頭突き、頭突き勝ったのは領事ホンダということで領事さん 2-0 で勝利。じゃあ次の試合、アンドレさん、ゆっきーさん。はい、すいません、ありがとうございます。待っててもらった、優しい。はい、では 1P アンドレザン F2P ゆっきー S ホーク。さあコマンドを間違えないようにですね、お願いいたします。さあ今日の本当暑苦しいですね。筋肉しかいません。脂肪に包まれた筋肉ムキムキか筋肉の上に脂肪がついた人しかいません。あとはちょっと普通っぽい空手か。さあここは読み合い、技当ててスクリュー暴れをもう1回ジャンプで、ここはまず読み勝って1本取っていったのは 2P ゆっきー S ホーク。さあ先月の大会の優勝時にコメントで今年はホーク頑張りますということでゆっきーさんおっしゃってたので、多分今年ずっとホークを使うんじゃないかなと。さあしかし、さあやり込み、ジャンプ台形が生きる、ジャンプ台形が生きる、どっちもこけたらまずいんですよね。さあここは割れるポイントでありますが、さあ逆卓、ここは読み勝ち。さあスクリュー暴れをしっかりトマホークバスターで返して、まず1本取ったのは 2P ゆっきー S ホーク。さあ2試合目、ジャンプ台形。さあ対応が遅れたところをしっかり見逃さない。さあ中継大トマホーク、さあスクリューで割っていく。この位置は1、正面からちょっと反応が遅かった。上り小 P 中 P は当たると一応ダブラリで確定なんですけど、ちょっと反応遅かったです。さあ1本取ってリーチ、ゆっきー S ホーク、やばい流れ。さあ読み合いです。ここは足払いで割って、ジャンプ台形。さあジャンプ通して、昇龍は当たり方が非常に良かった、半角なし。さあすでに圏内、じゃあ立ち台形で返す。さあリーチ、取り返せれば強い。しかし安定をそう、ここは読み合い。さあ先に投げていったアンドレ・ザンギ、まだやられないぞと。さあファイナルラウンド、足払い、ここは何も当てずに、すかしスクリュー、そしてトマホークバスターで返していく、めくり通してここは大台風弱台風かな。さあしかし最後の台風が減った。勝ったのはゆっきー総区、ゆっきーさんが 2-0 で勝利。 X 早い前回も1月大会もあっという間に終わりましたからね。じゃあ良次さんと僕やりますか。さあでは領事本田と島津屋龍の試合ですね。あ、今日は X が出てちょうど25周年の記念日ということで、まさか店員が何も言わないというさあこの記念すべき25周年の試合にとりあえず今日唯一の主役の龍で出てるのが島津屋さんですね。さあこのバースデーを主人公が飾ることができるのかどうかというところです。あと今日はあれですね、スペースシャトルで、ネルスター杯が開催されたということで、非常に X 的には盛り上がってる日です。さあ F1 でもぜひ明治愛を見せていただきたいところ。1本目は島津屋龍が取りましたね。まあ、この組み合わせはさすがに S ホンダが球をどう処理するか、それ次第で大きく変わってくるが、とりあえず端に追い詰めたがこのファイヤーハードで溶かされて振り出しに戻ってしまうのが痛い。さあなんとか前に出ようとするけれども、これに引っかかるとまたやり直しになってしまうと。そこで波動を垂直飛びでどこかで飛ばないと近づけないってやつですね。でこれはしょうがない。さあまず1セット目は島津屋龍が取りましたね。さあ2セット目、開幕はどう出るか。ここは相打ちですね。 S ホンダ的には悪くはないところだが昇竜拳で追っ払われる。さあここで波動の試練が待ち構える。うまく越えられるのか。おお、横の圧力で近づいていきましたね。さあそこで飛びから昇竜食らってしまった。つながってなかったけれども、ここ理由的には相打ち OK のところですね。サイド追っ払うと。さあなかなかホンダ体力的にこれきつくなってきているが、見事白烈に勝利を合わせられた感じですね。さあここで島津屋龍がいい位置、2試合目なんとか近づこうとするが、ここちょっと怪しかったけれども外野手で焦がした。そしてなんとか追っ払う。さあいろいろ足癖のない島津屋龍、いろいろ振っているが相打ち、なんとか端に追い詰めたけれども、ここで入れ替わってしまう。鳥籠にはならないが、おっと怪しい真空がすり抜けた。昇龍は出ない。さあ体力ほぼ五分でここ追い詰めたが、ここでどう出るか。昇龍見ていた。さあ微妙な体力だが中継が近すぎた。あの中継は遠い距離だと一方的にホンダの競輪に勝てたりするんだけれども、あの距離だともろにやられ判定のところにホンダの競輪が食い込んでしまうというやつですね。あそこはさすがに昇龍が正解だったかな。さあ大パンが当たる。なんだかいろいろごちゃっているけれども、体力的には島津屋龍がリード。ああまたここで対空が出ない。また昇龍出ない。なんかテンパってるぞ。しかしいい角度で頭突きに蹴りが当たって島津屋龍が 2-0 で勝利ですかね。今日 2-0 しかないな。はい、 OK です。すいません、ありがとうございます。はい、ベンダーゆっきー、なんか宿命の対決感ありますけれども、さあゆっきー様 S 奥です。さあこの組み合わせ、さあ去年まではゆっきーさんはどちらかというと大会バルログが出場回数が多かったイメージあります。しかし今年からは S 奥ということで、この組み合わせはどうなるか。頭突き、さあこの奥の深い基本殴り合いなんですけれども、さあここは出させて百列からのもう一回削る。さあここは、さあ割り込みが早い。頭突き、ここは確定はしたかったが、さあバックジャンプをいろいろ交えつつコンドルダイブ当たって、残り時間が5秒。しゃがみ台ピアバレ、これが一発入って致命だ。まず1本取ったのは 2P ゆっきー S 奥。さあこの味のある組み合わせ、地味に確定取れないのがめんどくさいですね、あのコンドルダイブ。さあ目の前着地をしっかり見ている。さあおいしい。さあ打点が高すぎた、あるぞ。さあ頭突き、よく見ている。さあこうなると今度は本田じゃないフォークがつらい。さああとは削りつつというところ。さあこうなるともうミスマッチ感がある。さあ何が不要、わーっときた、ああ包丁読み合い、技重ねるか何するかの読み合い。さあ取り返したベンダ本田、基本体力有利した、あのリード取った側が有利になる相打ち。しかし体力勝ちは本田側。さあ相打ち、しかしやはりフォークの方が減っている。頭突き少しずつ削って、頭突き着座付き、足払い5台系ですね、あれ。さあ本田は足払い2種類ありますからね。さあワンチャン、ああいうちょ、おお頭突き、おおあー吸ったマジか、ダイソン並みの吸引力吸いましたね。斬撃よりは前が狭いんですけれども、今吸いましたね。技出したやられ判定の兼ね合いでしょうね。さあ1本取ったのは 2P ゆっきー S 奥。ちょっと今あまりにもびっくりしてちょっとびっくりしましたね、あの吸いっぷり。さあベンダ本田立て直せるか。さあしかしここまでは満点、しっかりトマホークを頭突きで返して、甘い飛びも着頭突きでしっかり対空する。さあそしてジャンプしようもんならと頭突きを合わせて、大頭突きが見事に刺さって、まず1本取ったのは 1P ベンダホンダ。さあ 1試合取られてるだけに、この試合は絶対返していきたい。基本バックジャンプをメインに組み立てていく、あれが強い。相打ちからのここは安定で削る。さあじゃあ X のジャックパンが地味に減るんですよね。そしてジャックパンなのに結構いいヘリをするのが、割と知られてるとこで、ホークのジャンプショー P、 持続がずっと出っ歯で、なおかつ割と減る。さあこうなると、おっとどうなる、セーフセーフ。さあ必死に暴れて、これが通るからのジャック P から、まだ全然ワンチャンですよね。そしてこれあっと最後は足払い振ったところにちょうどコンドルダイブ。これでゆっきーさんリーチ、ファイナルラウンド。さあ基本事故らないようにと、あれが一番事故らないといえば事故らないですね、確かに。さあコンドルダイブからのここは弱突きで返して、体力的にはほぼ並んでいる状態。さあなんてシュールな光景、リードしているのは本田側じゃない、フォーク側。上から削る、うわっと鬼武装からの、さあここは無理をしない、頭突き削って、さあジャンプ台 B の判定が強い。どっちだこれ、怪しいライン。20秒、百列されてからの、どっちだこれ、お互い逃げている逃げている。逆択。どっち？本田だった。最後の1秒まで諦めない。さあ本田、ベンダさんが取り返した。本当に最後の1秒まで分かんなかったですね。今トマホーク当てた瞬間終わったかなと思ったんですけど、諦めずに頭突きを出してガードさせた分体力でまくっていった 1P ベンダ本田。さあ 1-1、いい勝負。見た目シュールで単純なんですけど、なんか熱いですよね。この体力ちょっとでもリードされたらまずい予感。ジャンプ台 B の判定が強い。さあ S にすると結構ね、技判定が強くなる技が結構あります。竜のジャンプ台系とかなんかすげえ強くなったイメージが。さあ頭突き入って、あしかし俺はあと小 P2 発分でいいんだよと、からのめくり重ねて百列で削ってもう1回。さあこれで圏内ですね。着頭突きでワンチャン残るかぐらいの勢い。最後は今度のダイブが入る。1本取ったのは 2P ゆっきー S ソーク。さあこれは着頭突き。さあここは高め当てからしっかり半角取っていった。さあ今度のダイブ引っかかって着頭突き引っ掛けて100巻。うわー、ここは回していた。ゆっきー S ソーク、勝ったのはゆっきー S ソーク。 2-1 で勝利。じゃあアンドレさんは私です。どっち行きますか？じゃあベンダさんお願いします。 1P アンドレさん、 2P 私です。さあ次は、アンドレザンギと島津亜龍ですね。さっき島津さんは両理さんに勝って、アンドレさんはユッキーさんに負けているというところで、1勝と1敗同士ですかね。さあ足払いぐるんぐるん回っているけれども、お互いかなり警戒し合ってる感じですね。とりあえず波動はガードさせる感じけど、さあダブラリが当たってしまって、ここからスクリュー失敗、竜巻リバーサル入れて、さあ3段入ってしまって体力半分ぐらい持ってかれてしまった。さらに足払いでこなされる。さあここキャンセルの真空はガードで使わせると、ダブラリ当たらない。蹴りは当たるけど時間が少ないね。逃げ蹴り、ここのちょっと時間厳しいかな。単に島津亜龍吸うけれども210で1秒足りない。島津亜龍が1本。さあ立ち成形が当たる。足払いが使ったところに長いザンギの中継が当たって、今度は一気にアンドレザンギが持っていった。さあめくりからの波動で足払い焦がして、また焦がして、足払いはすかす。体力はいつの間にか島津亜龍がリードして、さあ真空に引っかかってしまった。これで島津亜龍が1セット取りましたかね。さあ1セット目、アンドレザンギが意地を見せられるかどうか。これさあぐるぐるに台足が当たると、この昇龍のすかしに台足が当たらない。スクリューはすかってしまう。波動を食らってしまって、いろいろ警戒しているけれども足払いを食らってしまって、なかなかスクリュー圏内に近づけないと。ここで真空がたまる。さあどこで島津弥流真空ぶっ放すか。いろいろ小技で警戒しつつ、じりじりアンドレザインが詰め寄っていくけれども、また離されてしまって時間が少ない。真空は削りで使っておけと。ここはダメでしたね。これで島津弥流がリーチ。さあこれがラストになってしまうのか。波動で動かされる。逃げ蹴り、ここナイスガードですね。ここでワンチャンがなかったか。でもまだ近い近いけれども、おお、ここはちゃんと弾きですかね。そしてアントビガード、2発目はいきませんよとなるけれども、今度は島津弥流が追い詰められている。真空がたまったので一発逆転もあるところ、まだまだ残機油断できないですね。さあどんどん足払いでこかして、まあ端に追い詰めていく。ちびちび当てるが真空はバレていました。アンドレ・ザンギが1本取り返す。さあここで3本目、中骨に引っかかったが、今度はダブラリー引っ掛けて、スクリュー出ない。近づいたところでちょうどスクリューを決めると。ただはめに行ける距離ではなかったですね。焦がされてしまう。ここで近づけない。ちゃんと上を見ていた。飛びに昇龍が当たって、島津弥流がこれで2勝目ですね。ここで2勝がゆっきーさんと島津弥さんで並んでいるところと。次はどういう試合になりますかね。はい、じゃあ涼次さん、ゆっきーさんで、その次がベンダさんと島津弥でお願いします。じゃあ涼次さん、ゆっきーさん。はい、ではお願いします。あ、いや 1P 涼次、 S 本田、 2P ゆっきー、 S 北。さあお前ら S でやれって感じですねそしてさっきベンダーさんが言ってましたけど、今日はスーパーストリート配達稼働25周年。さあ怒られましたなんで先に言わねえんだとすいませんツイッター見て気づいたバカ野郎です。はい、ということで25周年、25年前の今頃皆さんは何をしていたか。さあ考えるのはやめましょう。マジ考えるのやめましょう、本当そういうレベルですね。ちなみに僕は中学生でしたやばいですね25年はやばいですね。さあジャクズ付きからの百列で削る。さあコンドルダイブ入ってジャンプダイピー、やられ判定が極端に小さくなって下方向に、攻撃判定が強い、非常に強い。さあジャクズ付きじゃなかった張り手。さあこれは大変ですね。またコンドルダイブが打点高くないと頭突きが半角にならないという、またこの大変さ。頭突きしかし弱頭突き体育ここは削っていく。相打ち、これで体力はならずお、うまい。うわっとリバーサルしっかり出して弱頭突き、ジャンプ中継から、しかしここはコンドルダイブ、トマホーク、最後はジャクズ付きとボディプレスが相打ち。まず1本取ったのは 2P ゆっきー、 S ホーク。さあ2試合目、さあやはりゲージがないさあ開幕飛びに対してジャクズ付き体育。さあさあここはちょうど弱頭突きで返さないと、今あれですね、もう台風の前でした。さあまず駒投げ一発決めつつ、体力リードは若干ですが3フォーク側でしょうか。これはどうなるか。残り、おーっとおーっとでかい2回ガード、しかしこれは余裕があった。さあ弱頭突きを無理して出さずにここはあえて受けて、さあしっかり体力差を維持した領事本田がまず一本選手。さあ X のこの長いようで短い99秒、これ本当に地味にあれですね、短いようで長い。さあピヨって、さあピッつながっている。さあ S ホンダの特権というかホンダ使いの基本行動的なそんな感じで、まず取り返していった領事ホンダ、これで1-1、熱い。さあゆっきーさんに初の土がつくかどうかというちょっと面白い展開。そして領事さんが勝つと、優勝戦線に復活です。領事さんが今1勝1敗なので、ここで勝てば2勝1敗で優勝戦線に入る形。うわー早すぎた、高まった、暴れて。さあ体力リードはこれでもまだ本田側。さあためを、じゃあ弱頭突きで無理しない、遅らせ弱頭突き、頭突き、うおーすった、マジで100巻しっかりケアして、ジャンプ台 B が強い。最後は頭突き来たところをバックジャンプで透かして後ろから攻撃と。さあこれでユッキー S をクリーチ。さあ大頭突きジャンプ台 P で返す、張り手は相打ち。さあ張り手出したところにちょうどコンドルダイブ、ジャンプ台 P はジャンプ台 P に負ける、頭突きですね、大頭突きがジャンプ台 P に負ける。そしてジャンプ弱 P が強い、判定出っ歯。さあわかんないがドット、うわー最後はジャンプ弱 P 出っ放しの判定が強かった。勝ったのはユッキーホンダじゃなかった、 S ホーク。ユッキーさんが 2-1、1-2。じゃあベンダさんと私、喋る人がいないアンドレさんアンドレ実況よろしくお願いします。あざす。はい、マイク持ったアンドレです、よろしくお願いします。はい、ベンダホンダ対島津屋龍、まあ いつもの対戦ですね。迫ってくるホンダ対波動の龍、まずはいかに波動を打ち分けるかが問題。おーっと捕まった、このまま死ぬパターンもあるぞ。あと大足から今度は切り返していった波動です。ホンダはどうやってこれをかわすかが問題になります。龍側は飛びを一発食らったところでそこから止まるので、いろんなところから波動を使っていきます。おっと痛いのが入った、中足昇龍。さあ2本目開幕どうなるか。安定のバックジャンプからの飛び込みか、おーっと大一丁が仕込んである、張り手で削っていく。おーっとこの段はちょっと痛いぞ、波動の嵐が届きます。あの水ジャンは X ホンダだけにあるもんですが、あれだとためがなくなってしまうのでやれることが少なくなってしまう。さあ波動張り手でもまた足りない、波動で終わりです。さあ1本目は島津屋龍の勝利。さあここから本田の圧殺が見れるか、続きが使って、ここからいたつらいとこ鳥かごです。水ジャンで1回かわしてもまた波動が飛んでくるんで、本当この位置はつらい。客観しても昇竜やらないかが間に合ってしまう場所です。おっと昇竜で切り返す、張り手が中足を潰して真空、完璧に処理しました。さあ開幕、張り手からおっとパッカンが勝利に負けて、今度はまた燃やされる。本田がきつい。さあ迫り来る本田、それを返すための波動、岡間蹴りが刺さって、張り手はガードならずにバックジャンプにかわす。陣地は稼いだかと昇竜が当たって、またダウン奪われて、なんかおーっと勝利が暴発、最後は勝利をこすっていた。2-0 と島津屋流の勝利です。はい、じゃあちょっと待って、はい、じゃあアンドレさんちょっと連戦申し訳、連戦しなくて、では連戦か、連戦しないとダメだね。じゃあどっちからやろっかな、どっちやりたいですか上から順々に。はい、じゃあアンドレ・ザンギエフ対領事 S ホンダ。ザンギ使いにどっちのホンダってやりたいですかって、これ本当ひどいですよねまあもうアンドレさんの試合残ってるのがベンダさんと両人さんしかいないんで、どっちからやろう的な。さあ見ていきましょう。 1P アンドレザンゲフ、 2P 領事 S ホンダ。さあこの組み合わせはもう言わずもがな、ザンギがつらい特に S ホンダはつらいさあ見ていきましょうこの百列に対して、張り手に対して本当にリターンが取るのが非常に大変。しゃがみジャック P でしたかね、かなりもう、ただ張り手の火力がやっぱりジャック P と団地なんで、この技を出すタイミングが間違った瞬間大変なことになる。さあやはりつらい頑張ってほしい。さあ最後はもちろん溜めていましたと上通して、まず1本取ったのは 2P 領事ホンダ。ジャック P 相打ち、頭突きが入る。あと読みは当たってたか、しかし判定の問題、どうするんだろうこれと思いつつ、生粋の残機使いなら何とかしてくれると僕は思っている。判定が強い。あと一歩、あと一歩前に入ればスクリューの前なんですが、さあ張り手、まあ頭突き読みだとは思うんですけれども、ここは領事ホンダが体力差を守って一本選手。さあ2試合目、形式が5人リーグ戦で2試合選手っていうのはまあちょっと仕方がないんですけど、逆にこの2試合選手制というルールがさらに辛さを残機ホンダ戦をすごく辛くしている感があって、非常に申し訳ない感がある。さあしかし頑張ってほしい。頭突きしっかり弱頭突きで対空、大頭突きが入って、いろいろあった。最後は飛びに大頭突き引っかかって1本取ったのは 2P 領事 S ホンダ。これでリーチ、開幕中 P か。さあバニシング、思わぬところにもう一発、思わぬところでおいしい2発が入る。さあしかしこれで体力はほぼ並んでしまう。さあ上は通らない。さあ危ない、1回投げてしまえばワンチャンはあるんですが、投げ間合いが遠い。さあワントワー、まさかの出なかったスクリュー。勝ったのは領事ホンダ。行司さんが 2勝1敗で終了です。はい。で、アンドレさん連戦申し訳ありません。ベンダー対アンドレでお願いします。すいません、ちょっと待ってくださいね、ちょっとだけ。はい、ではお願いします。はい、では 1P アンドレ・ホンダ、あ、じゃなかった、アンドレ・ X ザンギエフ対する 2P が、ベンダ・ X ホンダ。さあ、あんまり辛さは変わんないように見える。さあ、このさあバニシングすごい位置で当たる。しかし頭突きもかすって当たる。さあ飛びはしっかり返す。足払い入って、さあ頭突き、さあ一応圏内着ピ引っかかる。さあ最後は張り手 X の張り手が一歩進んでくるから余計立ちが悪い。さあ一本取ったのはベンダホンダ。さあ相打ち、さあ近づきたい。頭突きが入る。頭突き入って、最後は上から踏もうとしたが張り手が強い。相撲取りは張り手が基本で壊す。さあ1本取ったのは 2P ベンダホンダ。さあ非常に辛い組み合わせでありますが見守っていきましょう。2試合目、まあ、開幕張り手本当に1回投げればなんですよね。1回投げればジャンプ対 P。 さあ体力リード、ダブラリ、しかし相打ち中継。さあ体力リードはザンゲーフ側。さあこうなるとやっと少し気持ちに余裕が生まれる。上通すジャンプ台形。さあ待望の一本選手。さあ続く2ラウンド目、張り手が入る。足払い、頭突き、足払い、しかしドット足払い、張り手がもう迷わず出していた、迷わず張り手を。さあこれでベンダーさんリーチ。ファイナルラウンド、飛びに張り手が引っかかる。相打ち、おーチャンス来たか。しかしさあ大100巻で抜ける。ここは読み合い、そして気づいたらドットしかない。これはジャンプ台 B。ジャンプ台 B あるのか、あるのか。最後はジャンプ台 K と何かが相打ち。一瞬夢を見れましたが残念ながら夢叶わず、勝ったのはベンダホンダということで、ベンダさんが 2-0 ストレートで、ベンダさん1勝3敗で終了となります。じゃあ決勝戦的な、優勝決定戦的な扱いでゆっきー対島津屋いきましょう。じゃあ決勝戦ですね。スト2の X25 周年飾る F1X 大会の決勝戦となります。まあ、決勝戦というかリーグ戦なもので、事実上の決勝戦というところですかね。勝った方が今月の大会の優勝者ということになります。ホークと X リュウと、また、ダルシムステージですね。早いステージになりました。さあ1本目は速さを利用して、このいきなりのコントロールダイブがなかなか返しづらいといったところでしょうか。1本目はゆっきーエスオークですね。さあ2本目、おお、なんか300点昇竜が大蹴りに当たりましたね。ここは落ち着いて足払いで返す。おお、今度はちゃんと見てますね。ただやっぱり速いので、この飛びのタイミングが微妙にずれる感じですか。しっかりエスオークがはめを続けている。これもはめ圏内、ちゃんとはめる、はめの精度は高いですね。さあ1セット目はユッキーエスオークが取って、これでリーチかかりました。さて2戦目、島津谷龍店員、そして主人公としての意地を見せられるのか。このまま負けるわけにはいかないはずだ。ちゃんと上を見ている。足払いはつながらないが波動で追い返して、さあ体力の半分以上奪っている。さあ使っちゃったが、お互いミスがあった。これはちょっと遠かった。さあ仕切り直し、ただ端っこに追い詰められているので島津谷龍が厳しいかと思った。またアントビミスだが、なんかごちゃった。まだ分かんないよ。今のは龍のマリオパンチとフォークのジャンプの飛びか何かが相打ちになった感じですかね。さあ空中でコンドルが当たる。このままユッキーホンダが勝ってしまうのか。とりあえず昇龍で追っ払う。今度はちゃんと足がいつながっていた。じゃあ見ている。あとは落ち着いて島津谷龍が上を見られるかどうか。おお、中キック当たった。今ちょっと怪しい間合いでしたけどね。ここからはめかと思いきや、ちょっと飛びが早かったかな。島津谷龍が1本取り返す。3ラウンド目、おお、なんか微妙な飛びでしたけれど、ちゃんと上を見ているこの男大昇龍。おお、ここは昇龍が出ない。ここはガードですね。おお、上を見ている。空中で大蹴りが当たって追っ払う。じゃあここはめ圏内、あーはめミス。ここはでかい。なんとなんと怪しい怪しい。2回フォークの昇龍がスカる。1回目スカったところで終わったかと思ったら、島津谷龍が技を出せず、さらにそこにカウンターを当てようとフォークが勝利を出したら、さすがに2回目のミスは許しませんよということで、中足ハードでしたかね。ここでフィニッシュというところです。さあここでお互い1本取ったところで3戦目、おお、つながってないところにしっかりと投げを入れる。これめくりですかね。さあこかす。またこれアントミス。やっぱダルシムステージ早いですからね。微妙なこう飛びのタイミングが合わないところでしょうか。さあ島津谷龍なんとか後ろに取って陣地を確保しようとするが、ここは逆に後ろに下がってしまったのが穴になってはめ圏内に入るというところで、2回はめられて1本目はユッキーホークですね。さあここでリーチですね。ファイヤーで追っ払う。さあどこでユッキーホークがコンドルを仕掛けるかですが、今度は落ち着いて早めの遠距離中継ですかね。でちゃんと島津谷龍が追い返しているというところです。今度またこの中継、これ判定強いですからね。いくら S オークの飛びの判定が強いといってもなかなかっていうところですが、さあ最後まで中継ですね。コマンドいらない分、ここきっちり中継で返せる間合いであればかなり強いところですかね。となるとユッキーホークもこれコンドル出す角度を考えないとまた返されてしまうところだが、今度は完全はめ圏内でパーフェクトで終わってしまった。さあ最後はあっさりユッキーホークが取って、これでユッキーさんが4連勝で今月優勝というところですかね。おめでとうございました。主人公がこれ意地を見せることができず、25周年を飾れなかった。さあ次の26周年はぜひ主人公に頑張っていただきたいところですね。はい、こんな感じでベンダさんがまとめてくれました、ということでね、25周年まだまだ X 遊べますんで、皆さん、どんどん遊んでいきましょう。東北で実機でできるゲーセン随分限られてきましたんで、ぜひともね、F1R よろしくお願いいたします。ということで本日の月例大会以上で終了となります。この後、大会台は店内対戦台でこのまま垂れ流しで配信の方を行いながらやっていこうと思いますんで、ぜひとも、このままねよろしくお願いいたします。はい、では以上もちましてスーパーストリートファイター 2X 2月の月例大会終了です。皆さんご参加誠にありがとうございました。見えないすいません、ちょっと画面の調整してですね、すいません。よし、OK。はい、もうちょっとだけ待ってください。はい。